一応 0.3g ぐらいですね。でリグは一応バチコンリグっていう、胴付く仕掛けになります。リールはやっぱカウンター付きの方が使いやすい。いや今日、まあ、どうやってんですか、もう底付近で当たるだけやったら別にカウンター付いてなくても大丈夫ですけど、例えばエリアによっては水深 70m のところで例えば 40m で当たるとか 50m で当たるとかがあるので、そういった場合はまあ、最低限カウンター付きじゃなくても色分けされた BE なんですね。 10m 前に色分けされたやつを使う方が水深は把握しやすいです。思っているより柔らかい、ソフトというか弱くこう強く合わせた時にジッと出るぐらいに調整してもらってる方がいいと思います。水深 30m 前後で今は私重り12号使っています。で基本は確実に底が分かる重さ、あとは、ね、ここがまっすぐで、これ今まあほぼまっすぐなってるんですけど、もちろん潮の流れとか船の流れによって重りが例えば向こう側ですね、向こう側へ行く時もありますし、逆に下側へ入っていく時もあると思うんですけど、そういう場合は少し重ためを使ってできるだけまっすぐなるような、ウエイトを使っています。隣の方とお祭りになる可能性があるので、まあ、ラインの角度を見ながら重さは調整しています。大体この和歌山エリアだと何号ぐらい用意するか、どうでしょう、まあ、20号まであれば10号から20号、10号、まあ、15号、20号、3サイズぐらいあればまあ、よほどのことがない限りは大丈夫だと思います。日本海とかでやるときはそうですね、もちろん水深例えば 50m、60m ってするときは、まあ、もっと重たいもの25号、30号って必要なときもあるので、そういった場合は行く前に遊漁船さんの船長さんに、まあ、何号ぐらいまで必要ですかっていう事前の確認は、ね、取っておいた方がいいです。重りいろいろな種類あると思うんですけど、はい、どれが一番おすすめですか。まあ価格的には一番廉価な、まあ、鉛合金製の例えば六角重りなのか、ナス型重りなのか、あとは魔法重りと呼ばれるですね、そういうのがありますので、まあ、それでもいいと思いますし、あと例えば浅いところでも潮流が速くて例えばタングステンシンカーなり比重の重たいものでできるだけ早く落としたり抵抗を少なくしたりという時であればタングステンのシンカーを使うのも一つの手だと思います。ただ今船長さんから水深 30m ってアナウンスがあったんで一旦そこまで落とします。スピニングの時ってね、糸吹き出やすいので、このままバラバラってやるんじゃなくて、必ず、まあ、親指と人差し指でこう
クーリングっていうかね、抑えながら できるだけ移動距離が出ないように落としていきます。で今これ底つきましたね。でちょっとまあ底を感じるぐらいに一回ちょっとこの時でもこう底を常にシンカーがあると骨は上下してるので、それがまあワームコンをふわふわして誘いになりますので、まあちょっとの間置いときましょう。で当たりがなければまあここでねちょっと誘ったりします。でもちろんね、底の状態によってはずっとね重りがそこにあったら根掛かりとかもあるので、そういう場合はちょっとあのゴツゴツしてるなと思ったらちょっと切って、あ、いましたね、いました。まあちょっと上げたね、来ちゃいましたね、色で言うとね、チャートのクリアですね、クリアチャートですね、のラビニリになります。アジテープ、アジテープですね。じゃあ大西さん、今回使ってるワーム、15秒でお願いします。はい、今回使用しているアジテートの 2.5 インチです。三角形のボディ形状とリブですね、水受けの良いリブと、あとテールの前にもリボンを設けていてテールもよく動きます。あとこの三角形を頂点にするのと、強いファイトとかしてるとここがね多分こうちぎれた、ちぎれて割れてたかもしれないので、そういうことも想定しながらゆっくりとねファイトしてほしいと思います。大西さん的にこのバチコンの一番の面白さって何だと思いますか？やっぱり当たりを取って合わせるって、掛け合わせるっていう、こうね釣れてたじゃなくて釣ったっていう
それであと誘いとか、例えばワームの色とか、その時状況でやっぱりそれアジャストしながらね、強化を上げていくっていう、こう攻めの釣りっていう感じです。大体この釣りのメインのシーズンは、まあ、エリアにもよるんですけど、ここ並べたと、まあ、9月からそれこそイカメタルが始まる6月ぐらいまで、できますんで、あの長屋が結構できる。他のエリアだと、例えば日本海側だと、まあ、湾内とかだったらね、あの福井とか小浜とかだったらできると思うんですけど、外海に行かないと釣れないエリアでは、まあ、海が荒れることが多いのでね、日本海側は、まあ、なかなか、秋、まあ、12月ぐらいまでと、あとは、まあ、もうちょっと暖かくなってから4月ぐらいから、まあ、イカメタルが始まるという。それと三重県だと北西の風に強いので冬場でも出れることが多いので、今の時期ぐらいから春ぐらいです。今9月中旬ですけど、まあ、これからに向けてサイズ数とか増えていったりとか、そんなことがあるんですか？そうですね、サイズは もちろんね、もうエリアによって違うんですけれども、やっぱりこれからどんどんね餌を食べて、まあ特にもうちょっと水温下がってくると油もね乗ってきて、やっぱりあの釣っても楽しいし食べても美味しいアジなんで、まあぜひね挑戦していただきたいと思いますね。そしたらですね、レトロベーシックのバジコンアジング専用ロッドの簡単な説明をさせていただきます。まず穂先ですね。穂先はカーボンソリッドティップですね。で、まあ柔らかく、当たりも取りやすい仕様になっています。で、とまあまあベリーからバットにかけてはですね、比較的曲がる仕様になってますので、まあまあ大きなアジがかかってもしっかり曲がってくれて、まあ、バレを防ぐという仕様でになっています。で、あとですね、リールシートでグリップね、ちょっと長いんで、実況の時に脇刃挟みとかできるので、腕の疲労の軽減につなげられると思います。あと、まあスピニングロッドを使う時っていうのは、例えば大型のアジですね、まあ、40センチ、それこそ50センチが釣れるような場所だと、やっぱりドラグの、ね、性能が、重要な場合もありますので、そういった場合はスピニングリールの方が、ドラグの調整はしやすいと。あとはまあ底ベタですね。もう底ベタでしか釣れないっていう時は、あえてまあ、ベイトリールよりは使い慣れたスピニングリールの方がいいと思います。ベイトロッドの方ですね。まあ、アクション的にはまあ、穂先柔らかくと、まあ、エバル、バットとベリーということで、スピニングロッドとほぼ一緒なんですけれども、まあ、ベイトキャスティングリールを使う、利点としては、例えば、水深が60メートルあって、例えば35メーターとか、そこら辺にタナをしっかり合わせないと、例えば食ってこないとき。そういう場合はカウンター付きのリールですね、ベイトリール使ってしっかり棚を合わせる必要がありますので、まあ、スプニングリールよりは、ベイトリールを使ってしっかり棚合わせができると。あと細かい誘いですね、まあ、例えばシェイクとか、まあ、リフトアンドフォール、もちろんスプニングロッドでもできるんですけれども、そういう細かいアクションの方は、まあ、ベイトキャスティングロッドの方がつきやすいというふうに思います。